ロストフ公国は、ロストフを首都として1207年から1474年にかけて存在した、ウラジーミル大公国の分量公国である。また、ロストフは10世紀後半から1125年までの間、北東、ルーシの首都であり、ロストフを含む北東ルーシ地域は、現ロシアの根幹をなす地域となった。前市100年前後のルーシ、地図中右上の濃い紫が、 北東流氏。ヤロスラフの統治期には、はじめロストフ県は、ノブゴロド県に属していた。ついで、1076年に、ロストフを含むボルガ川流域一帯はすべてフセボロドの所領となった。また、キエフ大公員は、フセボロドのこのウラジーミルモノマフが継ぐが、モノマフ自身は、北東流氏へ赴任することはなく、息子たちを派遣した。しばらくの間、北東流氏は、 モノマフのこのムーロムコイジャスラフとチェルニゴフコウオレグとの間で係争地となっていた。1097年、リューベチ諸公会議において、諸領の分配が話し合われ、ロストフ県はモノマフの子孫の世襲領となることが定められた。1125年にモノマフのこのユーリー・ドルゴルーキーが首都スーズダリエ、さらにその子のアンドレイ・ボゴリュブスキーはウラジーミルへと首都を移し、大公を称した。 以降、この政権は、ウラジーミル大公国と呼ばれている。一方、ロストフの政治的な役割は減少し、ウラジーミル大公国の一都市となった。公国の成立と、分裂15世紀のロストフ公国の貨幣。両面にそれぞれイヴァンとアンドレイという、二つの、ロストフ区下の公の名が鋳造されている。14世紀のロストフ公国の貨幣。文字は片面のみ。 1207年、ロストフは、ウラジーミル大公フセボロドのこのコンスタンチンに与えられ、分量公国としてのロストフ公国が成立した。このコンスタンチンは、ロストフ公家の子祖となった。また、コンスタンチン期のロストフ公国は、ベローゼロ、ウグリチ、ウスチュグ、ヤロスラブリオも領土に含んでいた。1212 12年、ウラジーミル大公、フセボロドが死ぬと、その遺言によって、 コンスタンチンの弟のユーリーに、ウラジーミル対抗意が与えられたが、それは元来の継承法に反するものだった。コンスタンチンとユーリーは長期にわたる内戦を行ったが、1216年のリピザの戦いで、ユーリーの敗北が確定し、コンスタンチンはウラジーミルを得た。しかし1218年に、コンスタンチンが死亡すると、再びユーリーがウラジーミル対抗となった。 一方、ロストフ公国は、コンスタンチンの三人の息子に分割相続された。すなわち、バシリコのロストフ公国と、フセボロドノやロスラブリ公国、ウラジーミルのウグリチ公国である。モンゴルのルーシ進行が始まると、1238年に、ロストフ公バシリコのドルジーナ隊は、ウラジーミル大公、ユーリーの率いる諸公連合軍の一員として、七川の戦いに向かった。 しかし、連合軍は、ブルンダイの指揮するモンゴル帝国軍に完敗し、バシリコは捕らえられて殺された。ロストフ公国は破壊、占領された。バシリコ死後のロストフ公国は、その二人の子に分割相続された。ボリスのロストフ公国と、グレプノベローゼロ公国である。1285年には、ウグリチ公国が分離した。さらに、1328年には、 ロストフの町自体が、ロストフ・ウスレチンスキー公表ドルと、ロストフ・ボリソグレプスキー公、コンスタンチンの二人の公のもとに分割された。これらの細分化もまた、分割相続によるものである。また、ロストフの町は、公国内での内紛や、ウラジーミル大公国との戦闘によって、1281年、1282年、1289年、 1293年、1315年、1319年、1320年に破壊されている。ロストフの町を分割した二人の公のうち、ヒョードルは1331年に死亡した。ヒョードルの子については、後を継いだアンドレー以外の子に関しては、年代記に記されていない。一方のコンスタンチンは1360年に、スーズダリコ・ドミトリーが、 ジョチウルスから、ウラジーミル対抗位を承認されるよう支援したが、これは、当時9歳のモスクワ公、ドミートリー・ドンスコイを敵に回す行為であり、ドンスコイとその子孫に、ロストフ公国を従属させようと思わせる要因となった。結果として、コンスタンチンの甥いのアンドレイが、モスクワ公国軍の援助を受けて、ロストフの町を制圧した。 敗北したコンスタンチンは1365年に死亡した。ただし、コンスタンチンのこのアレクサンドルは、アンドレートと共に、ロストフ公国の統治を続けた。この二つの区画が共同統治を行っていた時期に鋳造された貨幣の中には、双方の面に二つの区画の公の名が刻まれているものがある。ジョチウルスとの関係年代としては、上記の内容と前後するが、 本小説は、ジョジウルスとの関係について述べる。1262年、ジョジウルスの支配に対する最大規模の放棄が、ロストフで発生すると、タタール人は、ロストフ公国領のウスチュグで虐殺を行った。また、ロストフ同様、北東、ルーシの諸都市で放棄が起きたが、これらは、ジョジウルスの言った、朝税のための人口調査に関係があると、考えられている。 北東ルーシへのジョチウルスからの懲罰軍の派遣は、ウラジーミル大公、アレクサンドルネフスキーの交渉によって免れた。1283年、ロストフの人々は、再び都市からジョチウルスの人々を追い出した。一方、エーナソノフの説では、ロストフ公国は、他のルーシの公国に比して、ジョチウルスと最も密接な関係にあった公国で、あったという、ロストフの町には常に、 大人数のタタール人が住んでおり、コンスタンチン・バシリエビチというロストフ公は、ジョチウルス出身の女性を妻としていたという。また、13世紀の後半、ジョチウルスのハンベルケの老いは、ロストフで、キリスト教を受け入れ、ペトロフスキー修道院を建設した。1322年には、ウラジミル大公イバンカリターが、ジョチウルス軍と共に、ロストフを焼き討ちしようとしたが、 ロストフに住む多数のタタール人が破壊から町を救い、貢ぎ物の要求のみにとどまらせている。モスクワ大公国への併合モスクワ大公国の拡張最終的にはロストフ公国はモスクワ大公国に併合されるが、その詳細は不明である。1397年から1398年の年代期には、この年すでにロストフ公は モスクワ大公国のナメストニクとして、ウスチュグを管理していたことが言及されているが、ロストフがモスクワに帰するまでの過程は説明されていない。いずれにせよ、1433年には、ロストフは、モスクワ大公国のナメストニク、ピョートル・コンスタンチのビチが着任している。ロストフ公の政治的権限は限られており、おそらく、いくらかの公益権、関税権を有するのみだったと思われる。 1474年、モスクワ大公イバン三世は、ウラジーミル、イバンノの二人のロストフ・ボリソグレプスキー公から、領土の半分を買い上げ、母、マリアの分領地とした。ウラジーミルの子たちは、モスクワ大公国のボヤーレとなった。成立当初のロストフでは、教会の建設や、ラブレンチー年代記の下地となる、ロストフ少年代記が編纂された。ディリハチョフの説では、 1260年代のロストフでは、皇妃、マリアの急流が建設されたという。これは、皇妃、マリアのこのグレップの側近の手によるものと考えられている。ロストフ、ブロックハウスエフロン百科事典。1890から 1907. ありがとうございます。